はいどうも、コードギアスね、後半戦やっていきまーす。前回のね、動画まだ見てないよとかではね、ぜひね、ちょっと見てほしいんですが、コメント欄かね、概要欄に貼っておきまーす。でなんですが、コードギアスね、あと1体ね、ちょっとガチャから出さないといけませんと。まあ、実際ね、今こんな感じなんですが、育成も全然できてないんですよね。真っ白っていう話なんですが。まあ、ようやくね、1週間経ってね、ちょっとダンジョンクリア報酬メールでね、3つぐらいガチャ引けるようになったんです。まあ、そこで引けたらね、もう早期撤退しようかなって思ってますね。で、何が出てないかっていうとね、ギルフォードなんだよな。ただこいつあんまり使われてるイメージないから、まあ、本当は追わなくてもいいぐらいの性能なんじゃねえかなとはね、勝手に思ってますね。まあ、とりあえずちょっと石300個しか用意できてないんだけど、とりあえずこれで引こうかなって思ってる。いやー、ちょっと本当は追いたくないけどやっていきまーす。よろしくお願いしまーす。まだね、チャンネル登録してないよって方、マジで最近ね、チャンネル登録者減り続けてます。なぜか。はい、皆さん、お力添えのほどよろしくお願いいたします。いや、マジでパズドラーのみんな、チャンネル登録だけしてくれ、本当に。地政派天使チャンネル。さあ、早速ね、やっていきたいところなんですが、ちょっとせっかくなんでね、これ引いていきまーす。さあ、1回目。実は裏で結構引いてるんだけどね、1体も出てないね、まだ。素材ばっかりやわ。いつも通りだね。あと3回。さあ、2回目。マジで、ここで出てくれたらマジで撤退するぞ、俺。さあ、P しか出ませんと。さあ、3回目。あんま期待できねえけどな。さあ、まあ、止まらない時点でだよな。宝玉はマジで外れ。さあ、4回目ですね。さあ、ここで、ツルツルは期待できねえか？いらなすぎる。さあ、てなわけでですね、メールの方引いていきます。これがね、ログイン報酬ですね。ログイン報酬はね、あと1個かな？最終日のやつがまだ残ってた気がするんだよねーと。さあ、出てくれてもよくってよ。違いますと。で、これがダンジョンクリア報酬ですね。今回は3回ガチャ引けんのかな、ダンジョンで。さあ、固まっていくのはいいですよ。よっしゃ！マジ？マジで？いいんすか？メールで出ちゃって。いや、課金しなくて正解だったなぁ。じゃあ、このままちょっとメール引いちゃいまーす。いや、マジかよ。いや、メールで出るんかい。ナイスクリア報酬。いや、マジでありがたい。あ、この子もね、ちょ、前回の動画見てほしいんだけど、めちゃめちゃ苦戦したんだよ、この子も出すのに。いや、2体目ありがたいですね。で、これが、これもクリア報酬か。よしよし。いや、よかったー、マジで。深追いしなくて済むじゃん。さあ、最後は、あら！あ、こいつはいらないやつだわ。4体持ってた。地政派天使チャンネル。さあ、ちょっと結果だけ。いや、マジか。出るんかい。なんかこのジノってやつがね、めっちゃ強いみたいなのよく見ますね。攻略動画班のみんなのね、ツイートやら動画をよく見ますよ。まだ使ってないんでね、どんだけ強いのかわかんないんですが。これ強いのかな？意外となんか2体追ってる人を見るんでね、これは結構運が良かったのかもしれないね。なんか他にこのキャラ複数でいた方がいいですよみたいなキャラいたらちょっとマジでコメントで教えてほしい。言うて今回全然引いてないから、いや、このキャラ3体必須ですよみたいな。2体必要ですよみたいなのがあれば、全然、もう1本動画出すから。いや、よかったー、マジで。いや、実はね、この動画撮る前日ですかね、ムラコがね、ガンコラの発表したんですよ。まあ、ただなんか魔法石10個ゴッドフェスに混じってんのかな。なんで新キャラはないのかもしれないけど、いや、ガンコラでヒットしないんかい、これ。いや、ガンコラもね、ちょっと過去動画見てほしいんだけど、結構上げてると思うんだよね。毎回来るたびにかなり引かされてて、所持数えぐいことになってるんだけど、今回このヘラがいるのかな。前回ね、サンタしか当てられなくて、できれば艦隊分欲しいんで、そうですね。できればあと、素手2体と武器5体で7体前回は確定で変えたんだよな、確かな。変えたらいいですけどね。
魔法石10個なんてそんな7体なんか出るわけないけどな。どう考えてもね。なんかね、いくつかのキャラはもうすでに、この辺だったかな。なんかキャラ強化発表されてましたね。なんかクルセイダーとかもされてた気がするんだよね。いや、クルセイダー昔めちゃめちゃ強くて、1体目はね、確保するのにめっちゃ時間かかった気がするんだけど、そっからバーンって出たイメージだね。なんでガンコラはまあ、そうね。一時ね、メイシンとか欲しい人めっちゃいたでしょ。周回性能高かったんすよ、昔は。ベリアルとかね。どうなんですかね、強化入ってもいいんじゃねえかなって思うけどな、普通に。あ、あとこのルーシーだっけ、こいつも強化来るみたいな書いてあったな。こいつってなんだっけ、交換メダルだよな、確かな。いや、個人的にはね、この子ね、エクレールをね、結構ね、スキル上げ習慣に使ってたんですよ、昔は。いや、もう今はもうほんとなんか列消しで、追い打ちありの列消しループみたいなキャラもいるから、全然スキル上げ、もうこんなキャラ使わなくてもいいんだけどね、昔はよく攻略動画作ってたんですよね、この子で。まあ、ガンコラ手に入りやすいっていうのと、これ2ターンでね、縦消しだったんですよ。で、追い打ちスキル打ってこの子を打って消しても追い打ちで対応できるとか。いろいろ考えてたんでね、この子はめちゃめちゃ汎用性が高かったんですよね。そんな時代もありましたと。なんでガンコラはもう、あれなんだよね。正味新キャラが来て交換所にいれば、全キャラ交換できんじゃないかっていうぐらい弾あるんで、うん、本当にあのヘラぐらいかな。動くヘラが対象だったらちょっと引こうかなっていう感じ。で、交換できない新キャラがとか追加されたら若干引くかもしれないけど、まあ最悪8月になってからかな。てか、ガンコラが8月入るか。クエストダンジョンやって魔法石100個ちょっと回収してからしようかなっていう感じかな。この子とか強化されねえかな、ピアニース。個人的にめっちゃね、イラスト好きでね、一面集めてたんですよね、昔は。いつからかあの、ダンジョンから落ちるようになってマジで価値がなくなったんだけどね。昔はこの子ね、あの、なんか友情ガチャからしか出なくて、交換所使ってね、結構知り合いに交換してもらってましたね。イラストマジ可愛いからな。でも思ったより悪くない性能してないなんか。実はもう強化されてたりするこれ。昔、なんかこんな強かったかな、記憶にないですね。この子って2ターンだったっけ、なんか1ターンだった記憶なんだけどな。なんか普通にリット周回みたいな時に使った記憶があるんだけど、2ターンだったっけな。あとこの子ね、コパピーね。いや、こいつをね、マジでね、取ってない人たちがね、交換所で溢れ返るみたいな、なんかあった気がするんだよな。ね、交換できなかったっけ？なんかコパピーを進化素材に使うんだけど、こいつがなんか、期間限定の交換所にしかいなくて、いや、コパピーがいねえみたいなのがなんか一時騒がれてた時期があった気がする。なんで皆さんもちょっと取り忘れないようにしてくださいね、これね。まあ、もしかしたらメール5連引いたらね、ついてくるとかもあるかもしれないですけどね。黒ユリとかもさ、もう全然強化されていいと思うんだけどな。HP40% ループが12ターンって重くない？今時。もうこの子単体でループしてもいいんじゃねえかなって思うけどな。この辺もギュッとまとめてもろて。回復強化とかでいいんじゃねえかな。もう帯もあるなら雲つけちゃうとかね。あえて。もうサポート役に徹してほしい感じあるけどな。このぐらいの覚醒で、なんかこのぐらいの火力だったら別になんか7強とかいらないでしょ。ビビたるもんだし。せめてね、潜在枠をね、増やすとかね、してほしいですよね。てな感じで若干尺をね、稼いだので、終わりまーす。地政派天使チャンネル。ま、最後、5連引こうか。せっかくだし、ここまで見てくれた人がね、いるかわからないけどね。まあ、一応ガチャ動画なんで、はい、5連引きまーす。というわけでですね、この辺で動画を終わろうと思います。できればね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画とアップしてますので、よければ見てみてください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイナラー。少なめのキャラ出て。ツルツルさん。うわー。落ちました。育成してないのがバレるけど、大爆死だな、これは。
いや、まあ、この子たち全然出てなかったからな、言うても。うん。これもまあまあまあ、悪くねえんじゃねえの？こいつも4体目か。爆死かな。うん。お疲れ様でした。